シルバン・レビはフランスの東洋学者、インド学者。シルバン・レビはパリに生まれた。家族はユダヤ系アルザス人の血を引いていた。友人の父がエルネスト・ルナンの知り合いであり、ルナンの勧めに従って高等研究実習院でアベル・ベルゲーニュにサンスクリットを学んだ。1884年にアジア協会に入会し、ロンドンを訪れて、 インド省の所有するインドの写本の調査を行った。1885年にブリハット・カター・マンジャリーの作者、クシェメ・エンドラを主題として最初の論文を書いた。1888年にベルゲーニュが自己死すると、レビはその公認として25歳で高等研究実習院のサンスクリット主任に就任した。1890年に博士の学位を取得した。 1894年には高等研究実習院を去ってコレージュとフランスのサンスクリット教授に就任し、没するまでその職にあった。レビはサンスクリットに加えてチベット語と中国語を学び、エドアル・シャバンヌと協力し合って仏教の歴史を研究した。1897年にインドとネパール各地を訪問した後、日本を訪れシベリア経由で帰国した。 レビのネパール研究は、大長、ネパールにまとめられた。1913年に、トカラゴシャフォンの研究のために、サンクトペテルブルクを訪れた。レビは、ユダヤ人の権利のために早くから努力した。1885年に、ユダヤ学会に入会し、1903年から翌年に、かけてその会長を務めた。ドレフィウス事件ではドレフィウスを擁護する側に立ち、 1898年に世界イスラエル同盟の中央協議会に参加した。第一次世界大戦中にフランスのシオニスト学協議会のためにエジプトシリアパレスチナ及びアメリカ合衆国を訪問した。またパリ講和会議には世界イスラエル同盟の利益代表として出席した。1920年に同盟の会長に選出され、没するまでその地位にあった。 パレスチナにユダヤ人の国家を作ることは西洋のユダヤ人の市民権剥奪につながるとして反対した。1921年に再びインドネパール各地を訪問した後東南アジアを経由して日本に渡った。東京帝国大学で講義を行った後中国、ソ連を回って1923年に帰国した。 1925年にはアジア協会の副会長、1928年からは会長に就任した。1926年から1928年まで三度日本に滞在し、日仏会館の初代所長を務めた。1927年に日仏会館学法を創刊し、また高くす順次郎と共に日本と中国の文献による巨大な仏教百科事典法、 法吉林の編纂を開始した。法、法吉林は1937年に第4巻が出版された後に第二次世界大戦により中断したが、その後再開して1979年に第5巻が出版、現在も観光中である。ジャワ、バリ、インド、ネパールを訪問した後に帰国した。シルバン・レビの研究対象は多方面にわたる。最初は、 インド文学を研究した。ついで、インドとネパールの歴史の研究を行った。サンスクリットとともに、チベット語と中国語を学んで仏教の伝播について研究し、さらに、トカラ語の解読にも及んだ。早期の著書には、インドの演劇、仏教とギリシア人、ブラーフマナにおける犠牲の教義などがある。インドの演劇において、レビは、 インドの演劇がギリシアの影響で成立したという説を否定した。ネパール研究の主張は1905-1908年のネパールである。レビはネパールで大乗層音教論や中編分別論のサンスクリット写本を発見した。中編分別論については山口マスによって紹介された。レビはアントワーヌメへと共にトカラ語 B の解読と翻訳を行った。 以下の書物が日本語訳されている。ありがとうございます。